で自己紹介させていただきます。まっすぐかな。まっすぐでなくて。はい、よろしくお願いします。はい。それではここで私たち富士桜塾メンバーの自己紹介をさせていただきます。はい、山梨県といえばやっぱり甲州弁じゃん。16歳の夏キュンこと夏穂です。はい。はい。山梨といったら富士急ハイランド中学3年生14歳のミュウです。山梨県といったらやっぱり温泉、小学6年生12歳のみずきです。イエイ。はい、山梨といったら武田信玄、小学6年生11歳のランです。イエイ。はい、山梨といえば桃、11歳小学5年生の小鳥です。イエイ。はい、山梨といえば高等、小学5年生、11歳のゆうまです。イエイ。はい、山梨といえばさくらんぼ、今さくらんぼがとっても美味しいです。小学3年生、9歳のあおいです。イエイ。はい、山梨県って言ったらいちご、小学4年生、9歳、夏のそれでは聴いてください。